おはようございます。ジンムです。今日もあつ森やっていきます。今日は9月1日、夏が終わってしまったんですけれど、もうねスタート画面からわかるようにあつ森の中の季節が夏から秋に変わって、今見える範囲だけでも地面の色がね変わってますね。今まで結構緑緑しかったんだけれど、薄い黄緑になっていると。そんな神無人島を今日はチェックしていきたいと思います。じゃじゃじゃん。そしてね、ジムもあらかじめ秋服に着替えておきました。長袖ですね。ちょっとまだ暑いかもだけどね。お手紙をチェックしましょう。あ、お母さんから来てる。最近ちょっとみんなからのお手紙読んでなかったから覗こうかな。じゃじゃ丸、オースジムニムに聞いてくれ。おいらこの間トライアスロンの大会で念願の金メダルを取ったんだ。嘘やろ嘘やろ絶対。でも表彰台に登ったとこで転んで夢が覚めちゃったぞ。くそ、夢落ちか。ちゃちゃまるだぜ。だぜとか言うの、ちゃちゃまる。まあ夢落ちでしたね。かもみちゃん、いつも心にジムさん。時々一人になりたくなって浜辺を散歩するんです。波の音に耳を傾けていたらあなたの顔がふと浮かんだのでメッセージカードを送ってみました。気が向いたらお返事ください。待ってます。かもみより。エモすぎる。エモすぎるよ、かもみちゃん。文才がね、ちゃちゃ丸の10倍あるわ。あ、利息がね、つきました。少ない。で、ロボくんからは、真面目なジムへ。あ、お手紙が秋仕様になってます。おー。たまにはどっかにゴロッと寝転んで休憩するのもいいんじゃねえか。おめえはいつも頑張ってるから、時々息抜きしねえとな。なんてことを言ってくれるんだ。直接こんなこと言えねえからメッセージで伝えさせてもらうよ。おせっかいなロボより。イケメンかよ。休みよ、ちゃんと。で、お母さんからは、ジムへ、つかの間の暑くも寒くもない季節。何も感じぬ幸せな日々。そろそろ衣替えかしら、母より。いや、何も感じないことはない気がするけどね。でも秋ってまあいいよね。すごいちょうどいい感じ。母からのプレゼントは、じゃじゃじゃん。あ、これは母のクッションですね。かわいい。これね、いっぱいリメイクできるんですよ。母のクッションはこのレッドキルト、ブルーフラワー、カラフルキルト、ポップフラワー、ファンシーアニマル、デニムと結構な数リメイクできて、あのポンポンがついてるやつとついてないやつもあるんだね。ジムは推しはこれとかどっか使いたいよね。黄色と青で可愛い。このカラフルキルトもどこにでも使えそう。いや、お母さんもね、毎月めちゃめちゃいいものくれますね。それでは9月になったジム人島の島巡りやっていきたいと思います。あ、常吉も来てますね、地図を見ると。いや、まずね、お家周りなんだけど、いや、お家周りめちゃめちゃこの草の色が似合っとらん？全体的に白で固めてあるので、すごく薄い色がマッチしていて、いや、これはね、秋にふさわしい場所だなって思う。春もまあ綺麗だったんだけれど、秋の方がちょっと薄いのかな、さらに。どうなんだろう。いやー、いい色ですね、本当に。秋って感じだ。そしてこの階段を降りていって、じゃあ先案内所周り見ていこうか。じゃじゃ丸。いやー、相変わらず変な格好してるな。よー、ジムニムニちゃんか。久しぶり、ピエン。あれ？久しぶり？ごめん、ちゃちゃまるに話すの忘れちゃってたかも。体が締まってないか？さてはお前、オイラに内緒でトレーニングしてたんだろう。いや、そうかもしれん。いや、この顔がほんまに可愛い。癒されたわ。あ、フランソワちゃんもおはよう。あ、リリアンちゃんもいる。あ、ここはみ出ちゃってるわ。抜こう。よし。いや、可愛いな、二人とも。こんなところで。何してるんだろう。リリアンちゃんがこのお土産屋さんの看板見てニコニコしてる。めちゃめちゃ可愛い。やあ、フランソワちゃんもいて可愛い。やばいやばい、渋滞してる渋滞。写真撮ろう。そしてね、入り口もね、すごく色が薄くなったから、リルさんのお花の前デザインがすごく馴染んでる気がする。秋にもともと馴染んでたけれど、ものすごく自然感が増しましたね。いや、ほんとだいぶね、色味変わるだけで全然違う。いや、楽しいな。すごく雰囲気が変わってテンションが上がっております。敷いたらリリアちゃん、とんでもないところでジュース飲んでる。フランソワちゃんも木馬で遊んでるし、
やばいやばい、今日は可愛いが渋滞してます。で、そしてエイブルシスターズ周りも見ていこうかな。おお、いや、こここそね、秋色をイメージしたんですけれど、色味が馴染んでて美しい感じになってますね。わかるかな、みんな違い。ジムは結構違うなって思うんだけれど、あんまり動画だとわかんなかったりするかな。で、あとさ、木っていつ紅葉するんだろう。なんか紅葉してる島を何度か見たことが、あー待って、このトンボは知らないぞ。赤い赤い、えい、あ、待って、下手くそすぎる。よし、捕まえた。なんだこいつ。秋やかね、夕焼け小焼けの茜色。すごい、このエリアの色にめちゃめちゃ合った真っ赤なトンボさんをゲッチしました。飾ってみるとこんな感じ。あれ、虫かごってもともと赤だったっけ。なんかすごい鮮やかに見える。いや、いいね、すごく色が馴染みました。このエリアもちゃちゃ盛りはどうかな。おー、いいですね。え、でもやっぱ木の色が変わってからもう一回見たいかな。サブキャラの無人ちゃんのお家に貝殻のリースを飾ってみました。これ可愛くない。まあこれ夏要素なんだけれど、夏の最後に作って飾りました。で、そしてたぬき商店周りを見ていきましょう。あ、たぬき商店周りはちょっと青いヒヤシンスのランプとか、青いヒヤシンスが浮き気味になっちゃったかな。うんうん、まあでもね、季節ごとにね、合う場所と合わない場所あると思うから、これもまた一興。え、そしてね、ここですよ、ここ、かぼちゃが飾られてますね。いや、これはハロウィンのイベントの助長なのかな。すごい店の外観が、落ち葉のこう上の飾りとかすごく可愛い。品揃えは変わったのかな。品揃えは変わってない、むしろなんかまだサーフボード売ってるんだけど、なんでや。これめちゃめちゃ高いやつじゃない、サーバー。え、10万ベル無理無理無理。そういえばさ、お金がね、サブ島を作ったことによってほぼないんですよ。なのでまたね、ちょいちょい株を確認していこう。はい、安い。そして先に進み、今度はフランソワちゃんち。フランソワちゃんかわいいな、今日も。まあ、お久しぶり。何度か見かけた気もするんだけど、用がないと意外と話せないものね。そうね、ごめんね。私の方は特に用事がなくても気軽に話しかけてくれていいのよ、フラリン。分かった、話しかけるよ。今度はどうしたの、フラリン。何か聞かせて。そのチェックのジャンパースカート、なんて可愛らしいの。あなたにとってもよく似合ってるわ。だって、おー、すごい。あの、秋のファッションしたら早速チェックしてくれた。え、キュートの装いは身も心も甘くて、ハッピーな気分にさせてくれるわね、フラリン。名は太陽を表すって言うけれど、家は住んでる人を表すのよ。おお、玄関周りのインテリアでそこに住む人の雰囲気がなんとなく分かったりするじゃない。全部人頭はね、そうやってみんなのお家周りしまくりしてるから。え、だからなるべく家の周りはいつも綺麗にしておきたいわね、フラリン。ありがとう、フランソワちゃん、いつもお花のお世話してくれてて感謝です。で、そしてそんなお家周りなんですけど、あのさ、フランソワちゃんのお家の外観が結構緑、水色っぽいので、この床の色が薄くなったことによって、さらにね、色合いがマッチしてますね。いや、よきよき。そしてさっきね、オープニングで映っていたバニラちゃんのお家も割と馴染んでますね。基本的に茶色の家具を使ってる場所は多分馴染むはず、秋の色が。そしてそして、ロボくん家は多分あんまり、そうだな、パッとわーって感じではないかも。変化はそこまでないような気はする。多分ペーターくんとチャックくんのお家周りは秋に本気を出すと思うんだけれど、待って待って待って、雑草違くない、これ。そういえばそういえば、なんかずっと気づかなかったけど、雑草がススキみたいになってますね。いや、これめちゃめちゃいい感じの畑になったんじゃない。いや、これめちゃめちゃテンション上がるね、最高だ。家の周り全体も
やはり茶色の家具とこの薄緑の色がすごくマッチしていて、2人のね果樹園がこう豊富に実るって感じがしますね。ノームさんの音楽会場もいい感じ。リリアンちゃんのところも薄い色の家具を使ってるから普通に馴染むね。あとこれか、草花の道の前デザイン、夏の時はあんまりメリハリがなかったんだけれど、秋になるとすごく草花の道が浮き立って美しく見えます。うわー、これはテンション上がる。ほんまに嬉しい。いやほんと草花の道最高だな。草花の道の作者さんのレンコンさんがまたねいろいろ新作書かれてて、ちょっとサブ島とかではぜひお借りしようかなと思ってます。そして田舎エリアですね。いやこのススキがね本当にいい感じ。これを使った島くりもねできそう。そしてね田舎エリアはやはりいいんじゃないか、この色合いは。おお、ちょっとハイビスカスがまだ季節外れ感がある。あれ低木次はいつ生え変わるんだろう。次は金木犀かな。うん、色はねでもめちゃめちゃ合ってますね。ハイビスカスはちょっと抜こうか合わないね。そして告知なんですけれど、神無人島島くりだいぶ進んできたんですけれど、あとねここの今適当に作っているお月様エリアぶち壊して、もう少し木とか生やした景観を作ろうかな。あ、秋に向けた紅葉のお花見じゃなくてなんだっけ、紅葉を観察することなんて言うんだっけ、わかんないやとりあえず紅葉樹いっぱい植えて秋の色を楽しむ外観を作ろうかな。ということで今度ぶち壊し生放送多分やります。そしてねジャック君の家なんだけど、なんかねこの田舎エリアに馴染んできちゃったなって思ってて、ちょっと一旦神無人島の完成まではジャック君この辺に住んでもらって、少しだけ周りの家具をジャック君のお家に合わせようかなと思ってます。で田舎エリアをむしろちょっと拡張したくって、うわこの畑すごい、話の途中ですまんが、わあ畑が本当に畑になった、これは嬉しい。ということで秋になったので田舎エリアを拡張したくって、ここのね橋みたいなのを作ってたんだけど、あんま通んなくなったから打ち壊して、で海岸までね田舎エリアを広げていこうかなって思ってます。ここまだしまくりできてなくって、こっからはねかもみちゃんのエリアなのでやってるんだけれど、この辺り一帯を田舎エリアの延長しまくりをしようかなと思っている。でねジャコくんのお家は一旦完成して、また神無人島手直しするときに都会風とかにしようかなと思う。大正ロマンとか昭和レトロとかなんかそんな雰囲気にも見えてきた。でそしてかもみちゃんのお家周りも秋色がぴったりなはず。あ、かもみちゃんいる、かわいい。うん、ヨキヨキのヨキですが、これは黄色のお花とねこの床はすごくマッチしてますね。おはようかもみちゃん。あ、見えなくなっちゃった。あら、おはようございます。一日の始まりは挨拶からですね。ドレミ、あれドレミになってる。今日みたいな日は一人旅をするのもいいかもしれませんね、ドレミ。なんかこもみちゃん最近辛いことあった？お手紙とかもちょっとエモーショナルな感じで大丈夫かなわあ、こもみちゃんがそこで休憩してるのめちゃめちゃ可愛いいやほんとね、住民さんの写真を撮るのはいつの季節も楽しいですね。そしてキャンプサイトをちょうどね来てるからいい感じかも。あ、でもキャンプサイトは夏の方が正直良かったかな。そうだね、ここは割と夏にぴったりなエリアだったかもしれない。いろんなねエリアを持たせてるから、いろんな季節で合うエリアがあるのもジムのね好きなところです。そしてじゃあキャンプサイトを見ちゃおうか。ドキドキ、誰が来てるかな。うわ、ロッキーくんじゃない、これ。タモリさんみたい。いや、ここの島の人だね。僕はロッキー、さすらいのキャンパーさ口の形やばない、曲がりすぎでしょ少しの間お邪魔させてもらうけどよろしくね。おいおいえ、口癖おもろ。なんかすっごいさ、この子さ色合いがめちゃめちゃおしゃれじゃない。茶色と白で統一されてる、なんか家具みたいな話し方しちゃったけど、でお花は黄色で、もう3色しかないよね。3色しか、素晴らしい顔いいな本当にでこれでもメガネ外せるんだっけ、
外した顔を見てみたいね。そう、あとね、もう一個大きな島クリ要素が残ってて、ここら辺だーって感じですね。あの、今秋になったということで、秋家具が多分なんかどうやって手に入るか知らんけど、あると思うんだよね。で、秋家具が手に入ったら、ここを秋の風に島クリしたいと思ってます。黄色の花使うかわかんないけど、これは保存用です。とりあえず秋が似合いそうなエリアを見て回ったかな。あ、もしかしてと思ってこう木を揺すってたら、見て、ここにどんぐりが落ちてきました。で、これさ、もっと出てくるのかな。どんぐりは秋かぶのあれだよね。どんぐりちょうだい、どんぐり。でもどんぐりもらえてもどうするんだろう。何もレシピない。秋といえばどんぐりみたいなところあるよね。どんぐり探す。どんぐり金落ちてきた、久々に見て見て、松ぼっくり落ちてきた。松ぼっくりもあるんだ。あ、針葉樹からは松ぼっくりで、広葉樹からはどんぐりみたいな。でもびっくりするほど出ないんだけど、ジムの運が悪いだけかな。どんぐりころころどんぐりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは。ダメだ、出てこん。なんか意外と新しい虫いないような気がする。もっとなんかいろいろいるかなと思ったけど、時間の問題かな。あの蝶々見たことあるっけ。お、新しい。ん、これはオオカバマダラを捕まえた。何千キロも旅する蝶。そんなやついるん。あ、青い虫かごですね。ちょっとガっぽいな。ガなのかな。ガは苦手です。じゃあ少し釣りもしていきます。じゃじゃん、タイ。お、これは初めてじゃない。あ、鮭だ、美味しそう。お帰りなさい。口でかいね。鮭ってお腹赤いんだね。じゃじゃじゃん。わ、でかい水槽意外と。うん、いや、鮭食べ物として大好きだよ。なんか可愛いお二人がお話をしておられますね。あ、ドレミちゃんも釣り頑張ってる。フランソワさんはミステリアスですごく魅力的ですよね。どうしたらそういう風になれるんでしょうか。やっぱかぼみちゃんなんか悩み事があるの。そうね。あ、そうだね、かぼみさん、昨日の夜は何してたの、フラリン。いい顔。昨日の夜はお掃除をしてました、ドレミン。ため息ついてる。少しもったいぶったらどうかしら。そうね、何をしてたと思う。これよ、じゃあもう一回。ねえ、かまみさん、昨日の夜は何してたの。何をしてたと思いますか。しょんぼりしてる。すみません、お掃除をしてました。私にはこういうの難しいです。今もお掃除してるやんね。まあまあ、あなたの魅力はそういう正直なところかもしれないわね、フラリン。いや、ほんとそうだからね、かもみちゃんはかもみちゃんのままでいいんだよ。よるみちゃん、どう、釣れた。すみません、この気がいつ動くかと思うと目が離せないんです、ドレミ。頑張って。あ、そういえば地味にこのエリアも若干というか何もやってなかったから、島クリセントへ剣は忘れてた。じゃあ、常吉に会いに行きます。やっほー。あ、どうもどうも、いらっしゃい。いや、お客さんまた来てくれたんですね。はーい。このひまわりのやつ欲しかったんだ。まあ、もうね、偽物か本物かどうでもいいんですよ。しまくりに飾るやつは金ねえ。お金ない。あー。サブ島に持ってっちゃったからや。アホでした。持ってきます。明日、払わなかったから。9月さ、アップデートが来て欲しかったのに来なかったね。中旬とかに来るのかな。期待しようと思います。
そしたら今日は最後にいつもの写真チャレンジをやっていきたいと思います。写真をもらえてない子たちにプレゼントを用意してきます。はい、決めました。まずはリリアちゃんにキュートなチェアを、ペーターくんに樽を、ドレミちゃんにラタンのテーブルランプを、カモミちゃんにテラリウムを、そしてね、社長ジャックくんにはじゃん、ノームの置物の黒を。この度ね、ジャックくんは社長に任命されたので、まあ秘書が必要かなと思って、こちらをプレゼントしていきたいと思います。リリアンちゃんプレゼントを持ってきたぜ。元気だよ久々だった。ハイテンショントークするための体力に自信がなくて、あたりに話しかけられなかったの。そうそうそう、そうだよはーい、ごめんね。じゃあこれをあげていきましょう。キュートな、じゃじゃん、なんだろう。早速開けちゃうよ。どれどれ、じゃじゃんキュートなチェアですよ。さあさあ写真をください。どうだ、来たー、来たー、バシャ、やったー、やったー、みんなやったよー。あのさ、もう本当にリリアンちゃん初期住民さんの5人のうちの一人で、結構プレゼントをあげてたのに、ずっと写真もらえなくって、でついに写真をもらうことができました。やった、さあ嬉しい。いや、こんな嬉しいんか。ここまで散らされたからね。いや、めちゃめちゃ嬉しい。じゃ早速飾っちゃおう。いや、やったー、かわいいの。そしてそして写真の裏側も覗いちゃおう。リリアンの写真だ。5月9日生まれ牡牛座。リリアンちゃん初期の方に来たから、お誕生日もね、実はお祝いしてるんですよね、すでに。好きな言葉は、可愛い子には旅をさせよう。リリアンちゃんには旅をさせようってことかな。いや、めちゃめちゃ嬉しい。リメイクしてお家に飾ろう。いや、これはね、幸先がいいですよ。この調子でね、このニコニコカモミちゃんにもあげていきます。よく合いますね、ドレミ。ドレミが流行中ですね。あれ、どれだったっけ。これだ、テラリウム。じゃじゃん。わあ、早速開けさせていただきますね。どうぞどうぞかーん、いいんですよ。ありがとうございます。最近こういう感じ気になってたんです。お部屋に飾ったら素敵なアクセントになりそうですね、ドレミ。どうだ、あー違いますね。まあ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 、そうはうまくいきませんよ。じゃじゃじゃん。お、なんかカモミちゃんに似合わず、意外とピンク白な感じのスポーティーな感じです。ドレミちゃん釣り中だな。あれ、ドレミちゃん飲みついとらん、飲みついてるね。飲みだ、あーかよ、キャの飲み、まさか私にいたなんて。いや、ショックだよね、結構ねてかジムの島の子、本当に全員ジムのことジムにムニって、あー今チャンスだったのに呼んでる気がする。ちょっと先、じゃあ社長が家にいたので社長に渡しに行こう。社長 DIY してらっしゃいますね。社長さん、あの秘書を連れてきました。ペロリになってる社長はマニラちゃんから移ったな。じゃじゃん、サプライズプレゼントはね、早速開けさせてもらうよ。これはノームの置物じゃないか。秘書だよ、秘書サンキュー、こういう雰囲気のものって惹かれちゃうんだよね、僕、ほんま？ふふ、僕の部屋に飾ったらいい感じになりそうな気がするな、ペロリ。これは、ちゃんとお返ししないと失礼に当たるね。受け取ってくれ、アロマスティックだ。なんか無断なのくれた。ありがとう。ペーターくん、そろそろプレゼントをくれてもいいんだよ。かわいいな、笑顔が。これいらない？中身は何だろう、早速見せてもらうね。じゃじゃじゃん。樽です、樽。この部屋に合うかなと思って。でも意外と合わなかったかも。白っぽい家具が多かったわ。ホラーからにはお礼をしないとね。
壁紙でした。いやー、これ流れ来たと思ったんだけどな。あれ、ドレミちゃんがいなくなってる。あ、いたいたいた。今だ。プレゼントあげていきましょう。ラタンのテーブルランプです。ドレミちゃんちに合うかなと思って。お礼と言ってはなんですが。はい、チャイナ服でした。なんか、前もチャイナ服くれなかったっけ？ドレミちゃんではないっけ？じゃじゃじゃん。はい、今回は緑のチャイナ服でした。わーん。いや、リリアンちゃんの写真のフレームどうしようかな。パステルかわいいな。ホワイトもいいよね。あ、ポップも似合うな。じゃあパステルにしよう。うち落としたぞ。今度こそ。あ、来た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 。いや、風船めちゃめちゃ待ったんだけど。黄色の落ち葉。やったー、これが空き家具でしょう。黄色い落ち葉そのままかな。おー、いつもの落ち葉の黄色バージョンで、どんぐり3つも使うの？ないないない。全然出てこないもん。お、出た。いや、めちゃめちゃレアなんだね、これ多分。結構出ないよ。あともう一個だ。頑張れ。あー、出た出た。よしよし。根気強さが大事ですね。これで、黄色の落ち葉。じゃじゃじゃーん。秋の家具が、やっと手に入った。え？こことか、もはや合うかな。じゃじゃじゃん。おー！あ、これめっちゃ合いそう。そして黄色だからね、ジム大好きな。これめちゃめちゃ量欲しいやつじゃんね。踏めるし、自然な島には必要な家具ですね。いやー、でもどんぐり3つも使うからな。なんでどんぐりからこれができるんじゃって感じだが。今日からね、頑張って風船を打ち落として、どんどんね、新しいレシピをゲットしようと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はね、秋色に染まったジム陣頭のお散歩と、見事ね、リリアンちゃんから写真をもらうことができました。最高の日でした。ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、また次回。ジムでした。バイバイ。